今回のモデルはカラーや素材の仕上げにこだわり、性別に関係なく身につけられるニュートラルなデザインを目指し企画をスタートしました。街を覆う霧は様々な色の光を包み込み、乱反射することで不思議な色合いでおぼろげに光ります。その不思議で吸い込まれるような魅力は、人種や性別などの特定の枠にとらわれない強い個性を内に秘め、現代を生きる多様な人々のマインドと重なります。そのイメージを今回は時計の仕上げと色合いで表現しました。メタルベゼルの IP 色は GM5600 がダークブルー、 GMS5600 がパープル、 GM110 と GMS2100 はダークグレー、そして GM2100 では新色のブラウンを採用しました。これらの淡い色の IP とベゼルの大部分に施したホーニングの仕上げが組み合わさることで、ベゼルはほのかな色彩を持っておぼろげに輝きます。またベゼル天面のヘアライン仕上げや細部のミラー仕上げが時折強く光を反射する様子は、ミステリアスな雰囲気を際立たせます。バンドにはそれぞれのベゼルの色に合わせて新色の塗装を開発し、時計全体の雰囲気に統一感を与えました。ベゼルよりもさらに色味を抑え、微妙な色合いに調整したマットで半透明の仕様になっています。この半透明のバンドが着用する人の肌の色と自然になじみ、その表情を変えます。これらのニュートラルなカラーと質感は、この時計をつける人、その人自身が持っている魅力を引き出してくれます。メタルカバードシリーズではこれからも独創的な CMF により、身につける人の個性とタフなマインドを表現していきます。